ごきげんよう、天然チャンネルの亀井です。こんにちは。今日はビールに合うおつまみを食べてみたいと思います。合いそうなおつまみ、今日はこちらです。チキンラーメン、ポテトスナック、悪魔の木村、悪魔の木村、あ、ん？キムチチャー、キムチラーメン、悪魔のキムチ、ん？どういう意味だろうこれ。キムチかけるキムチラーメンって書いてあります。あ、書いてあった。悪魔の木村とは真ん中の方が、なんか、あ、悪魔級の美味しさとして話題になったキムチとチキンラーメンのやみつきレシピです。そうです。チキンラーメンは美味しい。あ、すごい、これまっすぐなやつですね。ちょっといつもとサイズが違う感じかもしれません。ちょっと早速食べてみます。悪魔ってぐらいだから辛いのかな。悪魔的うまさ、うまいですね。うまい。おお、カラムーチョの細いやつみたい。こんな感じで、なんか細いのが入ってます。いっぱい、真ん中ぐらいかな、このぐらい入ってますね。じゃあ早速いただいてみたいと思います。めっちゃいい匂いする。あー、美味しい。なんかめっちゃキムチがする。キムチの味がする。うん、キムチだ。これはキムチです。昨日キムチ鍋食べたんですよ、家で。その味がします。めっちゃキムチ、おいしい。いや、これは多分飲まなくてもビールに合うことが分かりますね。でも今ここにビールがあるので、ちょっと飲んで合うかどうかも試してみたいと思います。ビールに合うかを検証します。うん、合わないはずがないんですけど、めっちゃ合いますね。おいしい、すごいおいしいです。うん、意外と量が入ってるからいいかもしれない。カロリー自体は1個326キロカロリーですね。うん、おいしいです。多分コンビニに売ってるのかな。コンビニに売ってるかもしれないんで、めっちゃビールに合うのでいいと思います。はい、ありがとうございます。またビールに合うおつまみなどを食べて検証しますので、よかったらまた見てください。バイバーイ。